サイコロでチンコ出すゲーム。なんかあった。なんだっけ、なんだっけ、ショコが、読めなかったやつね。うわー、またこれに助けられた俺はーって言ってた。うんこ大好き、そうだ。ショコがおまんこって言えなくて、動画出てて、なんかポイントで、あれ、あいつのあの実況めちゃくちゃおもろかった。どうしても言えなくて、俺はいつもこいつに助けられているーって大きい声出てた。スチームやんの？やっぱモコウとかショコがさ、その下ネタ言ってんの見るのちょっときつくない？モコウもやってたよね、うんこダイス。あいつはどうやって、あ、ない。ここでしょー！来い、おまんれん！ 1,2,3,4,5、全部あってる、全部あってる。わかんねえよ、なんだこれ！ミーは、あああるだろう！なあ！おまんちんはお、よー、まだある、なんで？なんでまだあるの？なんで？あ、これ残機だ。俺のまだバトルフェーズ終わってない。終わっちゃったあ、だからショコは、ああ、いつもこいつに助けられるってそういうことが。あいつ何言ってんだと思ってたけど。そういうことだったんだな。意味が分かったわ。全プッシュ全プッシュ来い、なんで運が来ねえんだよ、あ、来い来い、ああマンチンはマンチン、なんでマンチンダメなの、誰が作ってるこの会社、おマンチンはねえ、LGBT で配慮しろよバーカ、マンチンはねえ、ちょっとむっか、ありがとう、ありがとう、チンコ、やっぱ俺が最後に耐えるのはチンコなんだ。だから、ショコが、ああ、俺はいつもマンコに助けられてるって。俺、その実況、俺なんか、去年かおととしの実況の中で、マジで言う、一番おもろかった。すべての実況者の中で、ショコのうんこダイス、マジでおもろいから見てほしい。マンコって言えなくて、俺はいつもこいつに助けられているって言ってた。あいついつも助けられてるらしい。最低だよな。マジで見て。